アりがさんこんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、D 払い11月はドラッグストア、クレジットカード、は D カード以外は対象外、キャンペーンの上限や注意点など簡単解説ということで、今回は以前動画でも少しお伝えさせていただきました D 払いのキャンペーンの詳細が発表されましたので、サクッとお伝えしていこうと思います。 それでは早速こちらなんですけども、D 払いプラス10%還元キャンペーンということで、ドラッグストアの買い物プラス 10%D ポイント還元ということですね。画像の下にも出てるんですけども、1回の上限が500ポイント、そして期間中の上限は2000ポイントとなっています。なので、1回のお買い物で5000円までのお買い物であれば、上限の500ポイントがもらえます。そして、それを4回お買い物したら合計2万円分購入したら上限の2000ポイントまで還元されるということになりますね。 そして期間は2019年の11月の1日から11月の14日までの大体半月のみとなっていまして今出てるように必ず専用ページでエントリーが必須なのでここは必ずエントリーを行うようにお願いしますで赤い文字でも出てるんですけどもシステムメンテナンスのため2019年10月16日の水曜日の午前の1時から9時の間はエントリーができませんとのことでしたのでこの時間帯以外で行うようにお願いしますちなみにもうエントリーはできるようになってますそしてこのキャンペーン の対象店舗なんですけども冒頭にもお伝えしたように今回はドラッグストアが対象となりますざっとこんな感じですねツルハドラッグやあとはマツキヨそしてウェルカツで有名なウェルシア薬局も対象となっていますドラッグストアのいいところっていうのはとにかくドラッグストア独自のポイントも貯まるというところですよねなのでまあ D 払いのキャンペーンなどと組み合わせればまあ二重でお得なのでぜひうまく利用してみるのもいいと思います今ここに表示されている以外のドラッグストアも対象の場所 D 払いの対象の場所もあるのでぜひですねそち こちらも公式ページでチェックしてみてみくださいそして注意点として、今回のキャンペーンで気をつけないところがありまして、それがこちらなんですけども、なんとですね、D カード以外のクレジットカードは対象外となりました。なので、この還元を受けるためのクレジットカードっていうのはもう D カードのみとなりまして、D 払いのお支払い方法を D カード以外のクレジットカードに設定して購入した分っていうのは対象外となります。なので、僕はこれまで楽天カードをくっつけてたんですけども、それが今回還元の対象外ということになります。 になりますね。逆に対象となるお支払い方法なんですけどもこんな感じですまず3つ並んでまして電話料金合算払い、D カードでのお支払い、口座払いが対象というこの3つになりますなのでまあ、ドコモユーザーの方であればこれまで通り電話料金と合算払いでいいと思いますしあと D カードのユーザーであればそのまま D 払いと連携するだけで OK ですねそしてドコモユーザーでもなく D カードも持ってないという方であれば3番目の口座払いであれば可能となります 一応、口座払いの設定方法を簡単にお伝えすると、まずこの画面、まあ、いつもの D 払いの画面ですね。この下の方のウォレットというところをタップします。そしたら、この画面のようなものが出てくるので、ここのチャージするというところをタップ。そうすると、このような画面出てくるので、ここで銀行口座からというところをタップしたら、D アカウントでログインしたら、このようなドコモ口座の登録画面に移ります。ここでご自身の情報を入力した後に、この D 払いと連携したい、ご自身の銀行口座の情報を入力して完了となります。まあ カードと連携する時よりかは一手間かかるんですけどももし d カードをお持ちでない方であればこの方法でも検討するのもいいと思いますちなみに他にもセブン銀行 atm やコンビニからでもチャージは可能となってますので、まあ、その方法がいいという方であればそちらで行うのもありですね そして、残りの情報ざっとこんな感じです。還元時期っていうのは2020年の1月22日水曜日となってます。まあ、ちょっと先の方ですね。で、還元ポイントの種別として、まあ、D ポイント、期間用途限定が今回はもらえます。で、還元ポイントの有効期限は2020年の4月27日となっています。一応今回のキャンペーンを要点だけ押さえてまとめると、エントリー必須、ドラッグストアで10%還元、1回上限が500ポイント、期間中上限が2000ポイント、クレジットカードは D カードのみが対象ということです。 まだキャンペーンが始まる期間は少し先なので一応これだけでも覚えておくのもいいと思います。 ま、そんなこんなで今回は DE 払いのドラッグストア10%還元のキャンペーンについてお伝えさせていただきました。まあ、現在他にもクイックペイやカード関連の20%還元のキャンペーン中ということもあって、そちらをま、優先的に使われる方もいらっしゃるかもしれませんが、もしですね、DE 払いをよく利用される方であれば、このキャンペーンをうまく利用してみるのもいいのではないでしょうか。一応、下の概要欄に本日お伝えした DE 払いのキャンペーンページの公式の URL を貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 ありがとうございました。